ゆずだれとゲームチャンネルへようこそ。今回は3分解説、激化で火力が安定、瞬間火力の高いサポーター八重巫女となります。八重巫女のピックアップが来てましたので、無凸八重巫女の使用感と運用で感じたことをまとめていきます。八重巫女の特徴は設置型スキルと瞬間火力の高いサポーターです。激化によって火力が安定しました。設置型なので控えとしても優秀、生物の厳選が同時にできるので結構簡単です。まあアタッカーとしての育成は難しいんですが、サポーターとしての扱いがシンプルな巫女さんというところですね。スキルは3つ設置してランダムに雷を落とす。3つ設置する際はなるべくつなげておくとダメージがアップ。元素爆発は置いたスキルの数によって追加ダメージが変化。発動後はスキルを即設置できます。武器でダメージの比較をしていきたいと思います。星3の場合はこんな感じです。星4の場合、流浪学章はこんな感じです。星5、持ち武器、神楽の真意ではこんな感じです。生遺物に関してですが、スキル特化の場合は金メッキです。バランス重視の場合は剣闘士です。で、攻撃盛りがいいかなと思います。メインステータスは時計は攻撃、牌は雷、冠は会心率ダメとなります。サブには攻撃、会心率ダメ、熟知、チャージがいいと思います。組み合わせとしてはこんな感じです。攻撃家の場合は八重、ナヒーダ、久喜忍、カズハがいいです。ナヒーダの部分は草主人公でも OK です。デバフ担当のところとしてはスクロースを入れるのもありです。ダブルアタッカー編成となります。ちょっと難易度は高いですね。このダブルアタッカーとしてはライデンで元素チャージを賄えるっていうのがいいところです。便利なところっていうと、雷ギミックがとても楽というところです。単体に対しては火力が出しやすいという面もあります。激化の発動がしやすいのもいいですね。残念な点はスキルの攻撃がランダムなため、複数戦では運要素となります。元素爆発が非常に重いので、チャージ効率が重要となります。火力を出すには、厳選難易度が高いっていうのもありますね。また、パーティー編成にも星5がふんだんに使われているので、難易度は高めとなります。ガチャに関してですが、キャラが好きっていうのであれば、引くのはありかなと思います。ですが、アタッカーとしての運用は持ち武器と凸前提というところです。個人的には、八重だけを引く、単体で引くっていうのはなかなか難しいかなと思います。手持ちの状態次第ですね。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。